モサクはプロデビュー戦になります。背番号2番そのモサクオーブロックショット、積極的にレイアップいったんですけれどもカーブロックショットに合いました。八村アレンですか、今のタイミングでごそっと両チーム選手が変わったんですが、キーナーあるいはこれもターンオーバーになった。このセンターのこの反動ですよね。八村坊さんダンク、先ほどからここがうまくもらえてないですよね。出るかってことがありますよね。今のもどうかなという感じだったんですか。八村ブロックショット合いませんでした。タイミングがちょっと合わなかった。つけてもう一回波だと八村エルボーから打ってきた。止まりました。20点差。得点1対1。ピッてきますかね、この低い手からの。しかし、オフェンスは回復。八村、スリーと来た。八村が外から決めていきました。もう今日結構出てますからね、今日時間。やっぱり身長高いですからね、まあ、あとここでフィジカルがつけばね、本当素晴らしい選手になる可能性ありますね。ここでスリーポイントきました。跳躍力を見せていきました。ミスマッチになってますね。木村、あーまた来ました。八村絶好調、入りますね。まあ、今ミスマッチですからね、にかけてましたね、中に入った選手のところね、ディエスのところ。そして奪い取って連続得点ということになっていきます。